はいどうサブチャンネルのボクエストということで、今回ジュビロ岩田編ですね。夏の補強プランやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、明白な補強ポイントということで書いてますけどもね、一応この後遺跡の話だけじゃなくて、ポジション別評価ということでね、ポジション別に、ジュビロ岩田の今年の選手評価的なことをやっていこうと思っているんですけどもね、中のとそれを踏まえた上で、補強プランですね。あとメインチャンネルで結構データ的な話をしたんで、こういうデータがあるからこそ、このポジションの補強が必要であって、とこういう評価になっているという話でございます。その辺の話はですね、メインチャンネル、動画概要欄からよろしくお願いいたしますということで、早速やっていくと、まず最初言ったポジション別評価ですね。ゴールキーパー C ですかね。三浦 VS コシェルって書いてますけど、コシェル選手もこれ、最近スタメンで出る機会増えてきているんで、この辺で後半戦どちらが正ゴールキーパーの座を射止めるかという話でございますね。個人的にはですけどもね、やっぱジュビロだと別にこう失点が少ないチームじゃなくて、失点は多いんですけど、これね、三浦選手がいたからこそなんとこれで収まったという試合もありますし、でジュビロ岩田の場合しっかりこれ今年連敗が少ないんですね。多分連敗って本当ほとんどそんななくて、で連敗の少なさというのはやっぱ失点の少なさにつながっていて、これで負けはしなかったけど、なんとか勝ち点1取ることが、勝つこともできなかったけど、勝ち点1をなんとか取ることができて連敗を下げてないというゲームが多いんですけど、でそういう試合ってやっぱ三浦選手の活躍とかあるんでね、そういうことからの、本当三浦選手じゃなかったらもっと失点していて、連敗とか大量失点とかね、つながってた可能性があるということ考えても、僕はちょっと三浦選手とゴールキーパーとかあんまりこう攻められないような感じが、してて、一応 C 評価にしてますね。でディフェンダー C ですかね。D か C か悩んだとこですね。B か C とでも C か D で悩んだとこであるんですけど、高さとか強さはあるんですけど、失点の多さやっぱ気になりますね。さっき言ったとこではありますけどもね。であと、メインチャンネルでも話したんですけど、これジュビロ磐田の総失点ですね。失点に対する割合で一番多いのはクロスですね。クロスからの失点というのが全体の 44% になっています。要はこれジュビロ磐田の総失点のうちはクロスからの失点が約半数近くあるということで、この問題というのはやっぱりこれ、ウィングバックの選手後ろがファイブバック化した時にも簡単にクロスを上げさせてしまっているとか、中で対応しきれていない、これはクロスボールとかハイボールとか、これ低いクロスとかもあるんですけど、何せこれ、クロスに対してなかなか反応することができていなかったとかするんでね、この大井選手とか、グラス選手とか、高さと強さはあるんですけど、ちょっとこの失点の気になる、失点の多さはちょっと気になるところではあります。クロスへの対応、これポジショニングなのか、それと個人の能力、大井選手もグラス選手も全然これ空中戦では負けないというか、強い選手であるはずなんですけども、しかし、やっぱりそのクロスへの対応の仕方とか、ポジショニングとかの方がやっぱ気になるところであるんでね、だから難しいですね。別にこれ対人プレーがね、弱い選手でもないし、このディフェンスの選手に高さがないわけでもないんでね、そういうことを考えて、ポジショニングの修正というのは重要かな。で、センターバックの個人の選手の能力云々かんぬんよれば、ポジショニング、センターバックの選手も、ディフェンスラインもそうですけども、簡単にクロスを上げさせないとか、中でしっかり跳ね返すとか、そこは、今後求められてくるんで、C か D か悩んだんですけどもね、今後ね、期待して C に注してますね。で、ミッドフィルダーが C ですね。もちろんこれ、鈴木優斗選手とかね、印象的なゴールが多いですね。鈴木選手を、どこ、これね、ウィングバックの選手で最近、ファイブバックの5枚のうちの1人に数えられたりとかするんで、これ、ウィングバックって最近ね、どこで中盤のミッドフィールダーとして考えるか、ディフェンダーとして考えるかなかなか難しいところになってますけど、一応鈴木と、ウィングバックは一応中盤に置いているんですけど、鈴木選手の活躍は光りますし、印象的なゴールが多いシャドウの選手ですね。本当ゴラスとか何本も、今年決まっているんで、これやっぱこの印象的な、ゴールが多い、このシャドウの選手とか中盤の選手にはなってきますけども、しかし、さっきメインチャンネルの話を少ししたんですけど、チャンス構築率ですね。これチャンスをなかなか、作ることができて、なかなかフォワードの選手含めてシュートで終わる時間帯というのが少ないというのが、ジュビロ磐田データに出ていた。あと非チャンス構築率ですね。相手がどんだけ、チャンスを作ることができたか、要はジュビロ磐田がどんだけピンチになる試合が、シーンが多いかというデータになってくるんですけれども、相手のチャンスになるシーンが多いんで、これ、相手のチャンスになる前に本当は中盤の選手が、潰しきってほしいところであります。これはやっぱこうセンターバックとかの前のところですね、ファイナルサードの1個手前のところ、このボランチのラインのところですね、そこでやっぱり、潰すことができればいい。5-4-1 とかの、守りで言うと4のところ、5-4-1 の4のところで潰しきって、相手のチャンスになる前潰すことができればいいんですけども、なかなかそれが、できていないので、そこはやっぱ気になります。このチャンス構築率も低いですし、非チャンス構築率も、悪いんで、この中盤ね、鈴木選手の活躍とかあるし、シャドウの選手の活躍はあるんですけど、細かいデータも含めると、この印象とこうデータでちょっと変わってくるんで、一応中間の C 評価にはしているんで、これ難しいところではあります。データだけ見るとですけど、中盤正直 D 評価とかにはなってきますけど、
どもね。でフォワードですねが D にしてますね。まあ、これねセンターフォワード、まあ、杉本とかファビアン・ゴンザレスのとこになってきますけれどもね、まあ、本当期待の杉本選手はなかなか決めきることができていなかったりとか、ファビアン・ゴンザレス選手は決定機を結構外してるイメージが強かったりとかするんですけれども、このチームね実はシュート成功率がリーグでこれ上位なんですね。これ、僕もちょっとデータ見てびっくりはねしたんですけれどもね、ジュビロ磐田はですねさっき言ったチャンス構築率ですね、チャンス構築率はリーグで18番目か、だからまあ一番悪い数字になってきます。チャンス構築率はリーグで18番目で一番悪い、まあ1試合の中でチャンスを作ることがなかなかできていないのがジュビロ磐田であるんですけど、一方でシュート成功率が2位なんですね。これ1試合平均というか、まあ、全体のこれまでの戦い方の中でシュート成功率がリーグ全体2位ということ、これすごい良いデータなんですね。要はだからジュビロ磐田しっかりチャンスさえ作ればですね、シュート成功率が2位なんで得点力アップにつながるんですけれども、これがだからほとんどシャドウの選手のこれ、決定機というかですね、まあシャドウの選手が自分でこれ、ね、決めきる試合とか多いんで、まあ、これもちろんファビアン・ゴンザレス選手も決めてはいるんですけれども、これもっと、ね、上げるべきというか、ここが上がってこないとなかなか、ね、厳しい、まあ、フォワードの選手が得点量産しないと残留というのはなかなか、遠ざかる可能性もあるで、これもメインチャンネル話したんですけれども、ジュビロだったら下との差も結構縮まっていて、入れ替え戦となる16位との差も2ポイントしかないんですけど、まあ、一方で上を見ると、まあ9位かな、9位のチームとの差が、まあ、勝ち点5ということで、まあ、上にも全然1桁順位も狙う位置にはいるんでね、これなかなか難しい。しかしこれ本当上を目指す1桁順位が目指せる位置にいるんでね、これ僕はフォワードの選手の活躍さえあれば本当上に行けるチーム、そんぐらいポテンシャルあるチームと思うんで、ね、もうこの、フォワード D、まあ、本当に難しいんですけれども、チャンス構築率が低いんでね、チャンス構築率が低いんでフォワードがなかなか活躍できていない印象もありますっていうのが、まあ、あるんでね、まあ、これフォワードね、もっとこうフォワードの選手が点を取ればですねとか、点を取ればというか決定機を決めていればですけどもね、っていうのがあります。本当僕は個人的にはシュート成功率高さというのはシャドウの選手に僕結構依存というかですね、そこにねこれ、高まってる要因はシャドウの選手とかウィングバックの鈴木選手のこれ活躍があってシュート成功率が高まってる感じがするんでね、まあ、そこはやっぱりフォワードの選手が得点決めて、いやだからこそうちはフォワードがいい選手が多いからこそ、シュート決定率、まあ、成功率が高いんだというのはやっぱそこ、証明してほしいと思ってますけどもね。はい、ということでちょっとぐだぐだ話しすぎた感じがしますけど、夏の補強校ということでこっちがメインなんですけどもね、ディフェンダーですね、まあ、一応最近ジュビロが433とかなんかスイートップシステムやったりとかしているんで、サイドバック系の選手、まあ、飯田選手、京都サンガの飯田選手ですね、この、まあ、ウィングバックもできるんで鈴木選手を控えとか、まあ、控えっていうレベルでもない選手、本当、レベル高い選手あるんですけども、京都サンガの飯田選手とか、あと浦上選手ですね、バンファレ国家甲府の選手ですね、この甲府、まあ、要は伊藤監督がまあ昨年まで指揮してた甲府のセンターバックですね、この選手は跳ね返す力があるんで、さっきも言ったクロスからの失点を減らすにはやっぱこういう選手、クロスに対することがうまい、対応がうまい選手が、センターバックにいると大きいのかという感じがしますし、あと単純に高さですね、単純に高さとかそれこそ、ヘディングで跳ね返す力とかで言っても畑尾選手とかね、この辺、まあ、あと名前出してませんけど、秋田ですね、秋田の千田選手とかその辺も候補には入ってくるかもしれませんけれどもね。でミッドフィルダーで言うと長谷川とか荒木とかこの辺の、まあ、甲府の選手になってきますかね。やっぱこうなかなかジュビロも今年多分オフにグラッサ選手取ったりとかお金かけているんで、夏の補強費がまあどんだけあるかっていうのもあります。まあ、最初はこのジュビロも補強の人数が多かったわけではないんですけれどもね、まあ、杉本健佑のまあ年俸の、まあ折半していたとか多分そういうことも あると思うんで、まあ、潤沢に資金がある状態がなかなか、難しいところなんで、まあ、そういうことを考えたんですけれどもね、夏の補強費がどんだけあるかわからないということを考えたら J2 からの、補強が多くなのかなって考えたら、まあ、バンフォーレ候補の長谷川、荒木、この辺は十分可能性が高い。でも長谷川に関して僕はジュビロだけじゃなくていろんなチームでやれる力あると思うのでちょっと見てみたいなと感じがしておりますね。であと山崎選手ですね、まあ、この選手に関しては高さがありますし、ね、まあ、多分ジュビロのセンターフォワードのタイプ見ていると高さでなんとかしてもこれ、クロスで沈めたりとかそういうのがあると思うんで、ね、まあ、トゥジッチ選手、あと札幌の、トゥジッチ選手とかはねこの辺も候補になってくる。もしくはちょっと名前出してませんけども、ね、まあ、ちょっと違うタイプですね、まあ スピードがあって裏抜けがうまいフォワードとか、まあ、こう高さ以外で勝負ができる選手ですね。この辺の獲得もあってもいいのかというかやっぱりありますけれどもね。でだからそういう意味では残留に向けて主力級の選手、まあ、優先順位をどこにするかによってきますけれども、1枚2枚は欲しいですね。で僕がもし、ね、ジュビロ磐田の監督であればまずはやっぱセンターバック1枚欲しいですね。まあやっぱクロスからの失点数があまりにも高い 44% で、これでもう少し半減 20% にすると失点数だいぶ減っていくと思うんで、これクロス対応がうまい、まあ、高さのある選手、まあ、高さのある選手、まあ、ジュビロもいるんですけれども、この跳ね返す力あるセンターバック、
新たに1枚欲しいのと、もう1枚取るのであれば最前線に1枚かなというのは、やっぱりあるんで、この辺、フォーメーション後半どうするかにもやっていくと思うんですけど、一応この辺の選手取れたら面白いんじゃないかと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルサブの僕たちの方、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。